ジャガーマーク X は、イギリスの高級車メーカージャガーが1961年から生産した大型高級4ドアセダンである。1966年の秋にジャガー 420G と車名が変更され、1970年まで引き続き生産された。1950年から生産されていた大型セダンマーク9の後継者として登場したマーク X は、主要市場であった。 アメリカの思考に応えるべく、ボディが大幅に拡大され、当時の欧州車としては、異例の超大型サイズを与えられた。全長 4990mm、全幅 1855mm だったマーク9に対し、マーク X は 11cm、長く 8cm 幅広い。特に 1938mm の全幅は、 九百九十年代にスーパーカーの x j 二百二十が登場するまでの間、ジャガー史上最大であり、大きく分厚いドアを軽く開閉するために補助スプリングまでも組み込まれていた。一方、全高千六百ミリメートルのマークナインに対して、全高は二二十センチメートルも低く、九百六十年代の新型車にふさわしい近代性とジャガーらしい UV さを融合させた。 新しいデザインを持っていた。ジャガー発の4等式ヘッドライトも新しいボディに自然に溶け込んでおり、そのフロントデザインは後年のジャガー XJ にも影響を与えている。室内もソフトパッドが不要であった最後の時代の産物らしく、ダッシュボードはウッド製で、オプションでやはりウッド製のピクニックテーブルを装着できるなど古き良き。 イギリス製高級車の雰囲気を色濃く残していた。気候的には、ジャガーの4ドア車としては、初めて4輪独立喧嘩が採用されたことが、特筆される。このシステムは、同年に登場した、スポーツカーの E タイプに初採用され、1996年に生産終了となった、XJS まで受け継がれた。搭載されたエンジンは、DOHC ヘッドを持つ、 直列6気筒、XK エンジンである。このエンジンは当時、スポーツカーや高級セダン用として1948年以来、長年の実績があり、高性能、高出力を発揮していた。当初は3キャブレター 3781cc であったが、1964年には E タイプと同時に 4235cc に拡張された。 ギアボックスは4足 MT と同オーバードライブ付きのフロアシフトが選択可能だったが大半はボルグワーナー製 AT が装備されその場合コラムシフトであった。またパワーステアリングが標準装備だったが4.2の時代には可変ギアレシオ型に改良された。13,382台の3.8と 5137台の4.2が生産された。なお1968年に登場したデームラー DS420 リムジンはマーク X のプラットフォームを採用して開発された。こちらはマーク X および 420G の生産終了後も1992年まで生産された。1966年10月の英国国際モーターショーにおいて 社名がジャガー 420G に変更された。同時期に S タイプのフロント部分をマーク X 風の4灯式ヘッドライトに改めた中間車種が420として登場したが、両車は別のモデルである。420G はフロントグリルのデザインが変更されたこととサイドモールや側面のターンシグナルランプが追加されたことなどを除くと外観の差異は少なく、 事実上マーク X と同一のモデルだった。室内ではダッシュボードにソフトパッドが追加され、室内素材の一部が合成比較性となり、時計の位置が変更され、エアコンが装備可能となった。また、全席をベンチシートとし、パーティションガラスを装備し、略式リムジンとして用いることが可能なロングホイールベース版も追加された。420G は、 後継のジャガー XJ6 の登場後も1970年まで継続生産された。420G の生産期間はマーク X とほぼ同じだったが、需要が420や新しい XJ6 に分散したこともあって、420G の生産台数は5763台とマーク X の3分の1程度に止まった。 日本にも総代理店の新東洋企業を通じて輸入され、藤村有弘やフランク長井らの著名人もオーナーであった。ありがとうございます。